9月30日をもって無期限活動を休止するガールズグループ東京パフォーマンスドール TBD が26日東京アヨーミのレムク東京に休止前ラストライムダンスサミットザファイナレーゲタにキャン一重インヨーフティーストークザドリーミン一重インヨーフを開催した。女優篠原涼子らを輩出し90年代の音楽シーンに強烈な個性を残した伝説的グループ涙でラストライブを飾った。ダンサブルなメロディが流れ拳を突き上げたメンバーが登場すると駆けつけた600人の色とりどりのペンライトが揺れた。リーダー高島菜々が本当に最後の公演です、最高の時間にしましょうと力を込めた。代表曲純愛カオスドリーミン一重引用派からメドレーでは仙台 TTD の名曲や篠原の代表曲恋しさと切なさと心強さとなどをカバー。仙台 TTD から継承したノンストップで歌とダンスを繰り広げるダンスサミットで全22曲をエネルギッシュにパフォーマンスした。1990年に篠原、木原さとみ、後にイーストヤンド×ユリとしても活躍する姿勢ユリ、プロゴルファー、横田真一と結婚した穴井優子らを中心に結成。口コミで人気を拡大し、93年に日本武道館公演を開催した。女優の仲間由紀恵も一時在籍したが96年に自然消滅。13年、8800人のオーディションから選ばれた9人で復活した。18年4月から現在の6人体制で活動している。昨年は結成30周年を迎え、周年記念アルバムでは新旧メンバーの共演も実現。篠原も私の青春はパフォーマンスドールと共にありました。新生東京パフォーマンスドールのメンバーも同じ気持ちで活動してるのかな。と思うと嬉しさと微笑ましさと懐かしさを感じますとコメントを寄せた。今年5月に無期限活動休止を発表。この日がラストステージになり、メンバーの目からは大粒の涙がこぼれた。和歌山県出身の最年少、橘双葉は、デビュー当初にホームシックになったことを振り返り、ほんまにやめたい、帰りたいと思った時もあったと苦労をにじませ、皆さんが私の活力、源だったんだな。くじけず、諦めず、東京に残ってよかった。上西星来もこの6人でステージを作れないのが寂しいと言葉を詰まらせた。今後、6人は芸能界に残り、個人で活動する。高島は6人それぞれが巣立っていきますが、6人の未来を応援していただけたらとファンに呼びかけ、他のメンバーにもおばあちゃんになっても仲良くしようねと約束を交わした。最後は一人ずつの顔を見に行こうとメンバー全員でゆっくりステージ上から600人の観客を目に焼き付け、メンバー6人で手を入れ一礼。万感の思いで、TPD31 年の歴史に一区切りを打った。セットリスト。Hey, Girls。純愛カオス。ハートウェーブス。アイズ。マイユニバース。コレクションフィート。タクタカハシ、M、フロ。現状打破でラブユー。シャプレス。TPD リアレンジドメドレー。ワンデーワンライフ。マイディアレスト。テウェルズ。シャイニーレディ。Are you with me?サバイバル。ジャンピン一重引用フアップ。ドリームトリガー。ブランドニューストーリー。
キャン110インヨーフティストップ。ダイヤモンドは傷つかない。ドリーミン110インヨーフ。